こんにちは。チャンネルに来ていただいてありがとうございます。今回は砂糖不使用のグラノーラの作り方です。香ばしいナッツにフルーツの入った美味しいグラノーラではどうぞ。その前によろしければチャンネル登録よろしくお願いします。今回の材料です。詳細は URL を貼っておきます。最初に 100g デーツと 100g の熱湯をボウルに入れておいてください。ブレンダーにデーツを投入し、 80g の溶かしたココナッツオイル、 100g のピーナッツバター、小さじ2分の1のバニラビーンズ、小さじ2分の1の塩を入れて攪拌してください。これでデーツペーストができました。 10g のそばの実パフ、75g ずつかぼちゃの種とサンフラワーの種、150g のアーモンドと 100g のココナッツフレーク、 150g ずつのマカデミアナッツとカシューナッツ、デーツペーストを入れてよく混ぜてください。トレイに移してください。薄く平らに伸ばしてください。オーブン80〜90度、7〜8時間にかけて乾燥させていきます。7時間後、 150g のドライフルーツを入れてよく混ぜてください。この時塊があったらばらしておいてください。以上です。ぜひ今度のお休みの日にでも作ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。さようなら。